サンシローはジャストシステムが開発、販売する表計算ソフトの名称。ソフトウェアとしてのサンシローは SSB の登録商標となっており、一時的にジャスト三百3 4 6の名称を使用していた。ジャストシステムは同社から商標の利用許諾を得たことで、再びサンシローの名称に戻された。サンシローの開発は終了し、ジャストカ軽くへ移行した。 MS-DOS 時代にバージョン1の開発販売が行われ、その後、マイクロソフト Windows 対応ソフトとしてバージョンアップされた。Just システムが1太郎などの基幹プラットフォーム戦略として Just Windows を採用したことにより、対応ソフトウェアの拡充の必要性から開発された。市場からの要望で発売されたものではなく、DOS 時代はロータスのロータス s 1から2から3、Windows では マイクロソフトのマイクロソフトエクセルより、作成表の最大桁数が、同ソフトの半分以下と、利便性から、同ソフトからのシェアを奪うに至らず、十分に認知されているとは言えない製品である。また、エクセル形式の読み込みや保存が可能であるものの、現在のバージョンに至っても互換性という面では、不十分なところが多い。サンシロウ2010から、単体製品としては、 通常版のダウンロード版のみとなり、ジャストシステムの直販サイトのみの販売に切り替わった。一太郎2012章スーパープレミアムからは、搭載される表計算ソフトが、法人向け製品に搭載されていたジャストカルクに置き換えられ、本製品は同梱されなくなった。ただし、2012章以降の一太郎スーパープレミアム購入者にダウンロード提供される。 サンシローファイル一括変換ツールをインストールするとサンシロー2010もインストールされる。ジャストカルクにはサンシローとのファイル互換性はないためエクセル形式でファイルのやり取りをする必要がある。なお、個人向けに単体商品のジャストカルクは販売されていない。なお、スーパープレミアムに含まれているパッケージ製品版ジャストカルクと法人向けライセンス製品版。 ジャストカルクでは微妙に仕様が異なり、アップデータもパッケージ製品とライセンス製品共通のものとライセンス製品専用のものとがある。2015年1月までは法人向けのみがマクロに対応していたが、一太郎2015スーパープレミアム30周年記念パックからはパッケージ製品版もマクロに対応している。 なお、2014年までのスーパープレミアムで提供されていた製品のマクロ機能の対応は未定となっている。とびとびになっているのは、初期にはジャストシステムの機関ソフトウェア一太郎とバージョンを合わせていなかったこと、三四シロ以降は、その時期の一太郎にバージョン番号を合わせているが、三四シロの発売は一太郎の発売ペースとは合っていないためである。そのため、 三四郎が含まれるオフィススイートのバージョン番号よりも若いバージョンであることがたびたびあった。また、家庭用統合ソフト、ジャストホームに同梱される三四郎ホームシリーズなど多くのバリエーションがある。ジャストカルクの三四郎データとの互換性について2011年12月13日、ジャストシステム。ありがとうございます。